about to start. Good luck! ¡Suscríbete
今度は本気でやらせてもらうぜ。行くよ。フッフッ、もっと楽しもうぜ。行くよ17号。わかったわかった。じゃあね、バイ。行くよ、やってみてよ。17号、行くよ。やってやるか。行くぞ。行くぞ。待てて。17号、こいつらどうだ。
ところもあったのか。正確な数はわからないが、研究施設は世界中に点在している。ふーん、それで21号は。まあ別室で休ませている。いずれ意識を取り戻すだろう。そうか。それで、あの21号ってやつは何者なんだ。彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた。セルをも超える究極の人造人間だ。あいつを超えるか。セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、俺たちが知っているセルを超えている。だが21号の力はそんなものではない。そして一番厄介なのが彼女の捕食衝動だ。生物を食べることでエネルギーを吸収し、際限なくパワーアップする。驚いたな。セルを超える化け物ってことか。そもそもエネルギー吸収ってな。これはあくまで予測でしかないが、21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い。彼女の捕食衝動は人格を持っていて、今の21号の意に反して捕食をしてしまう。それほどに凶暴なものなんだ。つまりあいつの中にはもう一人の凶暴なあいつがいるのか。ああ、21号は表に出ようとする衝動を必死に抑えながら生きている。なあ16号、それほど危険なやつにお前はなぜ従うんだ。俺は21号の暴走を止めるため、彼女の手によって復元されたからだ。まったくあんたらしいね。どんなヤバいやつでも命令なら従うなんてさ。でもここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。21号に従うのも命令だけとは思えないんだけど。やれやれ、お得意のだんまりか。昔に戻ったようだな。まあそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。それより今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。ああ、そのために利用しようとしたのがリンクシステムだ。リンクシステムはもともとドクター・ゲロが開発したもの。
彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとした。リンクしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか。俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っていた。リンクした人間が肉体を自由に操ることができるようになると。なるほど。自分に反抗的なやつもリンクを使えばコントロールできるってわけか。あのクソジジイの考えそうなことだ。だがリンクの状態を維持することは想定以上に困難なことだった。普通人間の精神は自分の肉体から長時間離れることができないのだ。たとえリンクできたとしても1分ともたず精神が元の肉体に戻ってしまう。18号の中にいる者よ、こうして今もリンクを維持できるお前は我々にも説明がつかない存在なのだ。それじゃあ初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか。そう思われても仕方がないだろう。今まで黙っていたことは申し訳なかったと思っている。そのリンクの才能は21号にとって最後の希望だったのだ。どうか今はこのまま力を貸してはくれないだろうか。驚いた。あんたこの流れで協力するっていうのか。どうやら想像以上のお人よしみたいだね。どちらにせよクローンを全て倒すまでリンクを解除する気はないんだろ。結局はどう転んだってやるべきことは変わらないさ。もし21号の捕食衝動が強くなれば今のお前では止められなくなるだろう。お前にはさらに強くなってもらう必要がある。ふん、全くついてないぜ。俺たちはとんでもない貧乏くじを引かされちまったみたいだな。驚いたよ。
行くよ。こいつはどうだい。食べるが難しい。
色々と受け入れるのが早すぎないか。普通なら怒るとかパニックになるとか、もう少し他の反応をするものだろう。肝が据わってるんだか、のんきなんだか、わかりゃしないよ。まあ極端に慌てたところで状況が変わるわけじゃないんだけどさ。とにかく今はあんたの頼りみたいだし、気を引き締めるんだよ。 いいね。 行くよ。
行くよ。行くよ。17号。この野郎。行くよ。17号。ふっ。ふっ。驚いた。ふっ。17号。行くよ。17号。わかったわかった。じゃあね。バイ。もっと楽しもうぜ。くっちゃくちゃほら、こいつはどうだい。はぁ、あ、いくよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、はぁ、こいつはどうだい。はぁ、あ、17号ふざけんにしろ。俺のエネルギーは見つけてもらうよ。Thank you.
行くよ。行くよ。俺はそう簡単にはいかんぞ。こいつはどうだい。行くよ。果たせてもらうよ。しっぽ行くよ。こいつはどうだい。くらえ。あなたのおかげで少し落ち着きました。皆さんに心配ばかりかけてしまってすみません。16号にもこれ以上心配かけないように私がしっかりしないと。こんな調子じゃ16号を復元した意味がなくなってしまいますから。実はまだ人造人間になる前に私には息子がいたそうなんです。そしてその息子をモデルに作られたのが人造人間16号。それが分かった時どうしても会いたくてそばにいたくなってしまって、それで復元してからお願いしたんです。私の家族になってって。だから家族として一緒にいられるよう私も頑張らないといけないんです。Are you ready? Fire!
行くぞ。
行くぞ。やるな、そこだな。行くぞ。当たるぞ。行くぞ。行くぞ。立て直す。行くぞ、行くぞ。これでも、はい、行くぞ。はい、さあ、終わりだ。よし、よし。立て直す。行くぞ。行くよ、そら、こいつはどうだい。はあ、
敵を馬鹿にするな。行くよ17号。分かった分かった。じゃあね、バーイ。行くよ。今度は本気でやらせてもらうぞ。17号、やってやるか。しまった、やるね。もっと楽しもうじゃ。そっか、7号。はっ、今度は本気でやらせてもらうぞ。これはそう簡単にはいかんぞ。いくよ。